結構ね、もう大胆に、ここの頬めっちゃ発色するじゃん。皆さんこんにちは、そしてはじめまして、いらっしゃいませ。メイクアップアーティストのチェ日高です。今日の動画はこちら。はい、大人気キャンメイクのシルキースフレアイズから07番、このね、オレンジっぽい構成のアイシャドウのクワットが発売されました。それから大人気、これもマシュマロフィニッシュパウダーがちょっとねリニューアルされたり、大好きなメルティルミナスルージュのね、これまだ使ったことなかったちょっとイエローっぽい新色があったので、こちらのアイテムたちを使って、このイエローとオレンジの中間あたりのメイク、なんかミモザまでいかないしオレンジまでいかないけど、なんかそこら辺の可愛い感じのカラーを意識したメイクしてみました参考になると嬉しいです。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。ファンデーションはね、相変わらずキャンメイクでは私このクリーミーファンデーションスティックが好きですね。01番と02番があるので、まずは01番の方でこの顔の中心のハイライトしたい部分をつけていって、02番のちょっとだけ濃い方でちょっとね、その外側足してきます。このね、クリーミースティックファンデーションだけはすごいクリーミーで、夏の暑い季節とか落ちにくいかっていうとそうではないんだけど、混合肌から乾燥肌さんまでかなに使いやすいファンデーションだと思いますね。パウダーなんだけど、これね、新しくなったね、マシュマロフィニッシュパウダーの W、 私は MB っていうカラーを使ってみたいと思います。付属のね、パフを使ってあげるっていうのがポイントですよね。つけていきます。引き続き綺麗にマットにふわふわっぽい質感に仕上げてくれるパウダーだよね。パッケージこんな風にさ、鏡みたいに変わったんだけど、出先とかでちょっとね、こうチェックするのにも見えるかなぐらいの反射する作りになってるんだけど、まぁ、ちょっとね、その分手垢、指紋は気になっちゃうかなっていう感じはします。でもね、中身はすごくいいですよ、いい感じ。あ、そうだ、私今日このシミのコンシーラー使ってみたかったんだ。カラースティックコンシーラーの、これはね、02番でシミを隠すタイプのコンシーラーなんだけど、本来はファンデーションの前とかにやってあげるのがいいと思うんだけど、こんな感じで私ここら辺にね、いわゆる日焼けによるシミがあるんだけど、その人の肌の色にもよると思うけど、ちょっとね、濃いめのカラーになってるの。なので一旦こう濃いめのカラーで消し去って、その上からちょっと明るいね、肌色のファンデーションとかまたはコンシーラーで隠してあげると隠れやすいっていう意味で、シミ消し用とかはこういうちょっとダークなカラーになってたりするんだけど、今ねニキビの跡とかも消してみてるんだけど、消えてってる感じはしますね。パウダーの上からやったんだけど、そこまでなんか周りに影響も少なくて大丈夫ですね。ちょっとこのパッケージの色を見ると結構濃いのかなと思うんだけど、若干濃いめのコンシーラーっていうぐらいで、なんか劇的な色ではなかったねアイブロウはこれ新作っぽいですね。パーフェクトエアリーアイブロウの、私はね03番っていうカラーを購入してみました。こうペンシルとスクリューブラシのタイプですね。スクリューブラシも使いやすいで、ペンシルのペン先は楕円形になってる、使いやすいんじゃないかな。描いてきます。まずはこのアイブロウの下のライン、アンダーライン、背骨みたいな感覚なんだけど、ここが決まると進めやすいかなと思います。めっちゃクリーミーだねこれ。わあ、ナチュラルで使いやすいカラーだと思う。いい感じ。そしたらアイブロウマスカラ、カラーチェンジアイブロウのナチュラルブラウンだよねこれ、06番で仕上げます。はい、そしたらアイメイクいきます。大人気のシルキースフレアイズから07番のこのね、オレンジみたいなカラーが発売されました。たー、
なんかこのカラーに関してはなんかちょっともう変更パールみたいな感じになってて、すごいドラコスすごっと思いながらじゃあこのカラーを結構ねもう大胆に、ここの頬めっちゃ発色するじゃん。じゃあもうここから何もつけずに、ここを起点として上にね伸ばしていきます。ブレンドアップしていきます。めちゃくちゃいい発色だね。これまた指で塗るか、それかもうちょっとねブラシのふわふわ感とかで発色は変わってくると思うんだけど、一発ですごい。マットではなくてシマー感があるアイシャドウなんだけど、なんだろうな、ギラギラでもなくてちょうどいい感じ。まあ、結構なオレンジなんだけど、アプリコットオレンジって言ったらいいのかな、新しい感じもある。なんか今まで流行っていたその赤みブラウンにちょっとツイストが加わってオレンジ味がある感じって言ったらいいのかな。じゃあこの変更パールっぽいカラーを真ん中にのせ、結構パッサパサしてんなこれは。何でのせるのがこれいいのかな。もしかしたらなんかトッパートーカーとして使うよりは最初のカラーと一緒でファーッと塗り広げて、その散ったチラチラ感を楽しむ方が可愛いアイシャドウなのかもしれない。すごくリッチなチラチラ感っていうのはないですね。下まぶたにも入れていきます。でもすごい発色もいいし、使いやすい、塗りやすいって言ったらいいのかな。変更っぽいやつを目頭に、やっぱりちょっと質感がパラパラ感があるので、何かベースを引いてあげるとスティックしていいのかもしれないですね。クリーミータッチライナーの02番でちょっとだけね際を埋めていきます。今日はちょっと垂れ目にしようかなと思うので、この一番ダークなカラーをのせつつブレンドしていきます。で今日はなんかいつも上に三角を作ってるんだけど、今日は下の三角にしようかなと思うので、ちょっとね目尻3分の1までいかない、4分の1ぐらいかなに入れていきます。年齢的にまぶたが下がってきて、こうすると本当に下がって見えてしまうっていう方はもちろんね上の方に入れてあげると可愛いかなと思います。はい、引いてみるとこんな感じです。じゃあちょっと遊び心を、これまだ売ってると思うんだけど、ギャメイクのパウダーチークスの PW40 っていう、こういうなんだろう、ミモザカラーだったかな、をアイブロウブラシにちょっとだけ取って、ちょっとね眉尻に入れてきます。この眉先だけに入れてあげるとちょっと可愛く楽しめるかなと。チークいきます。チークはね、これは結構前に発売されたグロムルルチークスの12番、こちらをつけていきます。このカラーはねすごく使いやすい色ですね。目元がピンク系であろうがオレンジ系であろうが結構ね馴染むと思います。そしたら最後リップ、メルティルミナスルージュの T05番。私これね売ってるの知らなかったんだけど、すごい可愛い色だね。これをつけていきます。テラコッタよりもすごくね黄みが強い感じで、赤みがねほぼほぼなくて、すごいねおしゃれで可愛いカラーです。じゃあね最後クイックラッシュカラーのこのブラウンで上げてきます。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。
すごいね、私のねオレンジ好きが爆発したような感じのルックになったんじゃないかなと思います。マシュマロフィニッシュパウダーはまあね、好き嫌いあるかなと思うんだよね。やっぱり結構ねマットに仕上がってしまうパウダーなので、ツヤ肌が好きな方はちょっとねテカるところだけにつけてあげたりとか、うん、あとブラシでねつけてあげたりとかすると上手にねこのパウダー使いこなせるんじゃないかなと思います。マットでね本当に崩れちゃうよっていう方はこの付属のパフでペン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 ってしてあげるとすごくねマットなマシュマロ肌こんな感じになるので、すごくねいい商品だと思いますよ。うん、あとねアイブロウも使いやすかった。カラーもすごく絶妙で、今日のねメイクにも合ってるんじゃないかなっていうカラーでした。すごい使いやすい。あとこのシミ消し用のコンシーラーなんだけど、なんか思ったほどなんかこういうダークな感じじゃなくて、すごくダークなカラーでなんかシミをなんかなかったことにしてくれるのかなっていう風になんか勝手に思ってたので、そうではなくていわゆる本当にシミ対策で使えるようななんかびっくりしないようなカラーなカラーになってるので、気になってた方はね参考になったら嬉しいです。今 TikTok とかでもそうだけど、まあ、昔からねこのバイラルビデオであるんだけど、リップスティック、真っ赤なリップスティックをなんだろう、ちょっとシミとか消したいところ、あとヒゲとかかに塗って、その上からファンデーションをバーって重ねてこう綺麗な肌で仕上がるみたいなのがあるんだけど、あれはね私もやったことあるけど、隠すのが大変かな、その上から。あと赤のリップのそのね染料とかを気にしないとちょっと顔にねステインしてしまう時があるので、あれは、うん、あんまりおすすめしないかなと思います。あとみんな大好き、シルキースフレアイズ07番、この価格でこのクオリティを出せるっていうのはすごいのかなって思います。赤みというかなんだろうね、ブラッドオレンジまでいかないんだけれども、そういった感じの本当にね中間色、絶妙な感じのカラーを感じられるめちゃくちゃ可愛いカラーだと思います。このアイシャドウに関しては結構ね店頭にも並んでたので、そんなになんかセザンヌのティントリップとかみたいな感じで買えないみたいなことはないと思うので、うん、ぜひぜひ気になった方は薬局行ってみてください。リップもさめちゃくちゃ可愛い色で、なんかもうマスクをして歩かなきゃいけないっていうのがすごくね悔しい。これを早くこうやってこのまま出歩けるようになりたいです。メルティールミナスルージュのシリーズは確かこれティントなんだよね。なのでちょっと赤みピンクみが残ると思うんで、それも楽しめるかなと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。この動画良かったなって思ってくれた方はぜひぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだされていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。